来た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 。おおおお、アップルアンベイルズニュー iPad Pro with ブレイクスルーライダースキャナー&ブリングトラックパッドサポートトゥ iPad OS。 カメラ3つついてる、カメラ3つついてる、ほら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 、え、ちょっとちょっと待って、ええ、なんかこれキーボードも変わってる、ちょっと英語読めないマジで。あ、おおおおおすげえ、トラックパッドついてる、トラックパッド黒い、しかも何これ、すげえすげえ。ちょっと一回画像だけ見ようぜ。おお、うん、あ、カメラ2つだ。あ、これこれライダー、ライダー対象自動運転車についてる、あの 3D 空間認識するやつでしょ。え、なになになに、トラックパッドサポート comes to iPadOS、 トラックパッドのサポートがされました。うわ、もう Mac じゃん。カーソルもちょっとあのちっちゃくなったね、アクセシビリティから設定するやつより。ちょっと一回 Google 翻訳していいちょっと一回 Google 翻訳していいですか。どうですか、テンション、え、テンション上がってますね。ちょっとマジか。トラックパッド、アップル画期的なライダースキャナーを搭載した新しい iPad Pro を発表し、 iPad OS にトラックパッドのサポートを追加。 A12Z バイオニックチップ Z、 ちょっと待って、ここ小暮さん、え、ちょっと何出た、あ、パソコンといいよね、エアーもエアー、エアー後でよくないえ、バックライトついてるよキーボード、キーの方式変わってますよね、シザーキーみたいな、シザーキーボード、サーフェスみたいな感じかな。バックライトついてて、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて落ち着いて、新しいマジックキーボード、もマジックキーボードって言っちゃってるから、フローティングデザイン、あ、これ浮くの、浮いてんの、これ浮いてんの、あ、フローティング、フローティングデザイン、浮いてる、ちょっと iPad 持ってきてないけど、浮いてる、すげえすげえすげえ、なんで、何のために、角度がそれで無段階になるんですよ、頭いいマジで、角度が、あ、そういうこと、角度が無冠代、無冠代、角度が無段階になる、すげえすげえすげえ、そういうことか。今まではキーボードにこう立てかけてたけど、そこ離すことで角度が無段階になる。うわー、これ欲しいわ、俺また金使う、買わないと思ってたのにな。読んで、まずこれテキスト書いてあるからさ、まず読もう。マルチタッチジェスチャーって書いてあるね、だからこれができる、これができそうってこと。8コア GPU、 13じゃないですね、今 A13 だから、 A12 の Z、 Z、 X じゃなくて Z になったと、うんうんうん、10時間変わらず待ちますと。リキッドレティナプロモーション 120Hz 変わらずですね。トゥルートン反射防止コーティング変わらずですね、うん、はい、Apple の YouTube オフィシャルに、はい、iPad の動画出てます、 iPad の動画出てます、はい、iPad の動画出てるってやば、見るよ。お、おお、こういう、やっぱ AR に使うんだ。出た。欲しい、なんかよくわかんないけど欲しい。ユアネクストコンピューターイズ乗ったコンピューター、何も言ってないみたいな感じですね。なんか疲れちゃったねまだ記事出さなきゃ、記事何が一番刺さりますか。フローティング、フローティングデザイン、あれ書けるのかな、あのまんま、フローティングのまま。さすがに無理だよね、てか重そうだね、重たそう。キーボードいよいよ11インチでも1キロ超えるんじゃないですか。どう、あれ MacBook Air より重くなると思う。なんかそうですよね。え、1キロ超えたらあんま意味ないくない。冷静になるの早くない、でもちょっとまだまださ、まだこの段階じゃないよね。だ、記事だそう、まず記事。USB-C ついてました、ね。え？あの
iPad Pro USB-C で。先生、USB-C だってもともと USB-C じゃん。USB-C だよね。さすがに書いてあったっけちゃんと USB-C。動画で USB-C 出てますよ。USB-C って出てた？あ、でも動画で言ったんだ。すごいね。でも俺が言わせたもようなもんじゃない。だってさ、前回も iPad Pro USB-C なのにわざわざ動画に USB-C のテロップを入れるあたりはやっぱアミトのこうずっと言ってきた功績ですよね。あいつうるせえから入れとこうかなみたいな。 iPhone だけだよ、だってライトニングなの。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと記事作ります。